走れ大井チャンネル。皆さんこんにちは、走れ大井チャンネルです。今日の動画はグローブ紹介をします。この前の動画で、赤のクボタスラッガーのグラブを交換してきますという動画を上げさせてもらいました。そしてその交換したグラブが今回紹介するグラブです。こちらです。はい、こちらのクボタスラッガーのグラブです。こちらのグラブは、自分の小学校、中学校、高校の時の同級生とグラブ交換をしていたグラブです。メーカーはクボタスラッガーで、阪神の上本選手と同じ型ですね。はい、で最初これを自分が買ったんですけど、あまり使う機会がなかったので交換という形を取りました。そして約1年ぐらいして今このグローブが手元に戻ってきました。では詳しく見ていきましょう。まずラベルはこの黄色のラベルですね。色は F オレンジです。ウェブはこんな感じです。セカンド用としてはでかいモデルなんですけど、阪神の上本選手がセカンドで使ってたグラブなんで、まあ一応セカンド用なんですかね。かなりグローブは大きめです。でここが土手紐を抜いてあって、逆巻きの芋水みです。この貸してた子はサードで使ってたらしいんですけど、型は、まあ、柔らかさはこんぐらいで、もう本当に自由が利くんですけど、とにかく浅いんですよね。はい、サードで本当に使ってたかっていうぐらい浅いグラブです。でポケットをこう深く使うこともできますし、まあ、大きいのでできますし、もちろんこれ浅く使うこともできます。とても重さが変わってなくて軽いので、まだまだ全然使えますね。でこの交換してた子が人工芝のグラウンドが多いので、まあ、土もあまりついてないんですよね。それなんでとても軽く出来上がっています。はい、こんな感じでとても浅くも使えますし、深くも使えると。ゴロをここで取って、深いのがここですね。はい、色合いもいい感じに使い込まれてて、まだ磨いてないんですけど、ちょっと磨いてみますね。一回磨いてみます。はい、とりあえず、まあ、時間がなかったんでとりあえず内側だけ磨いてみたんですけど、まあいいツヤ出てますよね、かなり。はい、すぐに試合でも使える感じがあります。 KSG の24PS です、まあ、型も渡した時とあまり変わってないので全然本当に試合で使える感じですね。はい、というわけで今回はクボタスラッガーのグラブを紹介しました。クボタスラッガーのグラブはラベルが豊富にあって、ラベルを変えるだけでもだいぶこの何ですかね、見方というかイメージが変わると思うので、ちょっと自分のグラブに飽きてきたなと思ったらグラブのラベルを変えるのもありだと思います。ちなみに去年のカタログなんですけど、はい、こんな感じで種類があるので、ぜひ皆さんも変えてみてください。この一番上の列は、あ、違います。この文字だけのやつは多分オーダー専用なんでできないんですけど、星と四角はできるので、ぜひやってみてください。はい、それでは今日の動画はここで終わります。チャンネル登録、ツイッターいいねよろしくお願いします。では、チャンネル登録お願いします。